はい、皆さんこんばんは。本日はですね、このイプシロン130にようやくですね、いよいよですね、穴を開けるということをやってみたいと思います。乾燥空気を中に送りつけるということで、2点の穴を主橋車橋側に開けます。はい、イプシロン180側も純正の筒に戻したんで、同様に穴を2箇所開けたいと思います。はい、非常に緊張します。というのが1点と、あともう1点はですね、イプシロン180なんですけど、裏当てプレートというのを、以前作ってもらったということでご紹介させてもらいました。こちら銀色状態だったんで、こちらを黒板塗料スプレーでシューッと黒く塗るといった過程をですね、ご紹介させてもらいたいと思います。本日、夕方ですね、このように、裏当てプレート、前ギラギラだったと思うんですよね。で、このギラギラのままだと、コントラスト低下とかいろいろ明光が入ってくるということで、今回、夕方にですね、表出て、スプレーでシューッとね、黒く塗りました。思いのほかですね、まあ、この裏当て以外にも、こういうスパイダーとかいろんなところを黒塗りしたんですけど、なんかすごく綺麗になりました。はい、真っ黒になりましたね。はい、艶消しということで、この黒板塗料のスプレーというのはかなり使えますね。ムラも出ないですしね。はい、2度吹きつけても後から段々になったりしないんですよ。うん、かなり使えると思います。はい、では、イプシロン180に穴を開けたいと思います。開けました。で、次に M4 のタップを切ります。はい、切れました。で、次に用意するのはマフラーニップル、これはラジコン用のやつですね。はい、非常に小さいやつです。を用意します。こんな感じです。 M4 です。このニップルを先ほど開けた鏡頭の穴にねじ込むわけですね。はい、閉まりました。これでニップルを取り付けることができました。これで車橋に乾燥空気を送ります。はい、で、次は主橋側に乾燥空気を送るということで、こちらの方にも穴開けをしてやりたいと思います。この辺り、ずれた。はい、今度こそ行きます。はい、焼きました。こちらは 1.2 ミリなんで、もあっという間に焼きました。こっちはですね、裏当てのプレートが 2.3 ミリだったんで、 1.2 と 2.3 で 3.5 だったんで、ちょっと時間がありましたけど、こっちは余裕でした。はい、で、先ほど同様タップでネジを切ります。はい、こちらもあっという間に開きました。はい、 OK です。で、はい、次はこちらですね、針ノズルセットといって、こういったものです。ホームセンターで売ってます。これの、1.3π の、40ミリの長さのものを、使っています。これ何に使うかというとですね、先端がストローのようにね、穴が開いてて、細いストローですね。で、これによって、まあ、エアーの圧をですね、最終的に、主橋に吹き付けるエアーの圧を高めるということと、あと、これがですね、まあ、針金のように、こう、曲げ加工ができるんですね。曲がるんで、エアーの方向というのを任意に変更することができるということで、ちょっと今からこれを加工してみたいと思います。この先端をカットする方法ですけど、このメタテヤスリを使ってですね、の、まあ、サイド、側面を使って、で、ギコギコと切って、まあ、ノコギリのように切っていくような形を取ろうと思います。2つに切りました。1個ちょっと短くなってしまいましたけど、メタテヤスリを使ったことによって、このストロー状の中の円、中の空洞も潰れずに、綺麗にカットすることができました。刺して曲げるんですよ。こんなイメージ。曲げるんですよね。うん。で、安定しないんでどうするかっていうと、気密性高める上でも、よいしょ、
これ、セメダインスーパーシリコンですね、曲げた状態で、まあ、指かなんかで固定して、このセメダインのさっきのね、これをつけたいと思います。ちょっとあまりにも細かい作業なんで、ちょっと、これはカメラなしで、カメラ回さずにちょっとつけてみたいと思います。はい、取り付けました。ちょっとですね、ノズルセットの先端、径を13から18にして、まあ、結局こういう形になりました。で、周囲を、まあ、空気が漏れないように、シリコンで固めて、はい、うん、まあ、30度ぐらい曲がったような格好で、つけることができました。はい、はい、ではいよいよですね、今度はイプシロン 130D の方に穴を開けてみたいと思います。今までレビューでね、数々紹介してきましたが、この鏡頭は、美しい、まあ、新品でね、綺麗で、非常に気に入っていますが、ちょっとね、躊躇、というのがかなりあります。イプシロン 130D 穴開けの瞬間です。起きますよ。よし、開きました。無事穴が開きました。はい、こちらがイプシロン 130D の穴です。今からここにタップを立てたいと思います。 M4 ですね、 M4 のタップを切っていきます。あ、もう開いた、早っ。こちらですね、つけます。うん、グッと締まりましたね。色もね、これ金色じゃないですか、黄色じゃないですか、なんかいいですね、同系統で、これも何ですか、先端加工とかせずそのままです。では今度は主鏡側いきますね。開きました。ネジが切れました。では先ほど作ったニップルをこの中にねじ込みたいと思います。ねじ込んでいきます。うわ、失敗。うわ、失敗。まあいいや。まずはねじ込んでみよう。まずはねじ込みました。はい、こちらが、主鏡の中のニップルの先端の状態です。完全に、主鏡の、ど真ん中に、向くようにノズルの先端を、向きを調整しました。で、筒の中でこういう突起物があるとですね、規制に影響する可能性が、まあ、懸念されますんで、私としてはこういうようなもの、ちょっと今これ大きい代用品ですけど、こういうようなものを置いて、筒先は、奥側にあるんですけど、光が入ってきた時に突起物を遮るようなものを、何か置いておくということですね。うん、一応これで、イプシロン180と、130、両方ともですね、主鏡、斜鏡ともに、つまり4箇所ですね、穴を開けることができました。ちょっとざっと見ていきたいと思います。はい、まずはイプシロン180側は、こちら、まあ、斜鏡に、乾燥空気を送るっていうのと、あとこちら側ですね、こちら主鏡ですね、はい、こう斜めに向かって、送風します。はい、この2箇所を開けました。はい、で次にイプシロン130側ですけど、こちらも同じくやっぱりここと、今度はですね、こっちの下側ですね、こちらに穴を開けてます。はい、2箇所合計で4箇所ですかね。はい、穴を開けて乾燥空気を送るというシステムがですね、これで完備できたかなというふうに思っております。はい、ではですね、最終確認として、このニップル、そして穴を開けてニップルをつけて、まあ、エアホースというかこのチューブですね、これを実際刺してみて、ここにですね、まあ、短いものなんで、まあ、ここに息を、口から息を吹き込んで、ここから主鏡側に向けて、乾燥空気というか、まあ、空気が出てくるかどうかっていう確認を、ちょっとやってみたいと思います。ね、音じゃないと分かんないんで、じゃあ、今から、息を吹きかけます。エア来てますね。手にすごい風が来るのが分かります。手っていうのはこの主鏡側ですね。もう一回吹いてみます。音聞こえますでしょうか。シューって言ってるのがね、
結構な風量で、まあ、結構な風量で吹いてるんで、まあ、当然なんですけど、来てますね。はい、はい、これで、まあ、主鏡に完全にね、乾燥空気が、当たるんじゃないでしょうか。はい、マイクを戻します。ということでですね、まあ、今回イプシロン180と130の、穴を4箇所開けて射鏡と主鏡、まあ、合計4箇所ね、開けました。で、ニップルを立てて、ニップルをねじ込んでですね、乾燥空気を中に、常に、まあ、ダイレクトにですね、鏡に当たるような格好で送り続けるというシステムが完成しました。はい、でなんで乾燥空気をねここまでこだわるのかということですけど、私が思うに夜露で鏡が曇るというのは01じゃなくてですね、曇る曇らないじゃなくてですね、その中間というのがあると思うんですよ。人間の目ではその主鏡の曇りというのは確認できないんだけど、製造とか淡い星雲をコントラスト強調した時になんとなくこうもやっとコントラストが悪いなと言った時というのは、ひょっとしたら主鏡というのが目に見えないレベルで曇ってたのかもしれません。まあ、それはもう対物レンズというかその屈折でも同じですよね。はい、なので一番効果的なのは乾燥空気を直接鏡に送り込むと、吹きつけるというのがね一番効果あるんじゃないかなと思います。はい、なので 40%、50%、60% と湿度が上がっていって目には見えないけど徐々に、なんかこうコントラストがもやっとしてきてるというのを、まあ、未然に防ぐという意味でもですね、徹底的にこういった対策をしておいた方がいいのじゃないかなというふうに思うわけで、今回こういうふうにしました。ということで、私は今後もイプシロン130をですね、売らずにですね、まあイプシロン180の相棒として仲良く使っていきたいと思います。ということでイプシロン130のレビュー、まだまだ自作ものっていうのがありますんで今後またご紹介していきたいと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。